じゃんじゃかじゃーん、はーい、絶好調のアラッキーです。ということで、また豚骨ラーメンを食べに来ました。はいね、いや豚骨ラーメンが好きでね、まあ日頃からあっちこっち食べに行ってるんですけども、特に超お気に入りのラーメン屋がありまして、こちらのラーメン屋さんがですね、福岡県田川市ね、この田川市にトライアルっていうスーパーがあるんですけども、こちらの駐車場敷地内の一角にお店を構えているラーメン屋一藤藤崎家ね、こちらの方に到着いたしました。はい、ということでこちらのラーメンね、まず豚骨スープなんですけども、とにかくね味わい深いね、ものすごく味わい深いでね、豚骨スープの底には豚の肉のミンチが入っているんですね。いや、豚の肉のミンチが入っている豚骨スープないですね、他には。とにかくね、独特の豚骨スープなんです。でさらにね、肉と油の比率がもう絶妙なチャーシューだけでも美味しいですよね。そのチャーシューをさらに炙ってるんですね。だから美味しさプラス風味ね、この風味が加わることで美味しさが倍増。はい、でこのね炙りチャーシューが豚骨ラーメンの上に乗っかっております。ということで、これからラーメン屋一藤藤崎へね、こちらの店内の方に入ってラーメンを食べたいと思います。とにかく楽しみ。はい、では行ってまいります。ニンニクは入れます。はい、おにぎりは。
様でした。ということで、ラーメン屋一藤藤崎家ね、こちらの豚骨ラーメンを今食べてきましたね。いかがでした？炙りチャーシューね、美味しそうだったでしょうね。して細麺にね、この独特のね、旨味が詰まった豚骨のスープね、いやー、ほんと奥深い味わいっていうか、もう美味しいね、豚骨ラーメン最高ということでね、またね、こちらラーメン屋一藤藤崎家ね、食べに行きたいと思います。ということで、今回は豚骨ラーメンね、絶好調はラッキーが超大好きなね、こちらの方を紹介いたしました。ということで、絶好調のラッキーからでした。またねー。